国鉄十二軽客車、国鉄十二軽客車、国鉄十二軽客車とは、日本国有鉄道、国鉄は1969年、昭和44年から1978年、昭和53年まで、合計603両を製造した、急行系座席客車のグループである。当初から、冷房装置を搭載し、さらに自動ドアの客車発採用などの改良で、 旅客サービスや安全面の向上に大きな成果をあげた。その他にも客車初の分散ユニット型電源システムによる電源供給の効率が図られ、二段式ユニット窓や FRP 部材の採用などでコストダウンをも図るなど多くの技術面でその後の国鉄客車の基本となった車両である。当初は1970年、 昭和45年の日本万国博覧会、大阪万博輸送を念頭に、臨時列車、団体列車を含めた波動輸送用車両として製造された。当時は、動力近代化計画の進展によって、電車、機動車が旅客輸送の主力となっていた時期であるが、あえて客車として製作された理由は以下の通りである。本系列は、霊暖房手段を機関車に依存せず、 分散式のユニットクーラーと電気暖房装置を全車両に設置し、電源としてディーゼル発電機を環球車、スハフ12系の床下に設置した。暖房用ボイラーや電源供給装置を持たない貨物用機関車でも常時牽引できるようになったので、貨物列車の運転が少ない時期に機関車の有効活用が可能になった。ただし、照明や放送装置などのサービス電源は、 旧型客車同様に、車軸発電機からの電源で賄っている。車体は、在来客車の設計概念を脱却し、急行系電車の設計を基本的に踏襲して、車体幅を約10センチメートル拡大、2.9メートル級となった。また、車体長も20.8メートル、全長21.3メートルに拡大して、 座席間隔を 1580mm に広げ、腰掛け自体も人間工学を考慮した形状改良を行っている。当初は設計コストを抑えるために165系の図面を流用して製造することも考えれた。その他の改良点は以下の通りである。これらの要素は、それ以前の旧型客車や10系、20系とは一線を画すもので、12系以降に登場した。 特急用の1 4系、2 4系客車にも、その多くが踏襲されている。また、同時期に登場した、キハ6 5系機動車にも、1 2系の基本設計が、流用されている。1 2系客車の心臓形式は、スハフ1 2系、オハフ13型、オハ1 2系の3形式のみではあるが、製造時期によって仕様は異なる。さらに、国鉄末期には、 大量に発生した余剰車をベースに、普通列車使用化や、ジョイフルトレインへの改造、また民営化以降は、アコモデーション改善、改造などが行われ、形式、万代区分が一層細分化されている。1968年、昭和43年から1977年、昭和52年までの予算は、以下の通りである。 客車製造の指定メーカーだった日立製作所が客車製造から撤退したため、機動車の指定メーカーである新潟鉄工所と富士重工業が客車製造も担当することになった。臨時列車での使用を考慮しており、クリーン車は設定せず、普通車のみとしている。そのため形式は、電源装置付き関係者のスハフ,フ12系、編成中間に連結するオハ12系。 電源装置なし関係車のハフ13型のみである。製造時期によって仕様が異なり、細かく分別すると実に給止車まで存在する。大まかに分別すると以下の4つのグループに分けられる。試作車ではディーゼル発電機による電源供給容量は客車の量分の1 5 9区場であった。しかし、 当時の国鉄では6両編成ないし12両編成を一単位とする運用が多く、蘇生の際にはスハフ12型が過剰に必要となり、不経済であった。このため、量産車の電源容量は6両分の180区場に引き上げられ、さらに100番台以降は210区場にまで引き上げられた。合わせて燃料タンクの容量も長距離運用に対応させるため、 八百六十 l から千五百 l に増強するなどの措置が行われている。九百六十九年、昭和四十四年に製造された最初のグループである。新潟鉄工省及び富士重工業で、スハフ十二系八両とオハ十二系二0両が製造された。その後に量産された車両とは、電源用機関などが異なっていたが、九百七十二年、昭和四十七年に、 全車が高砂工場で量産車と同一仕様に改造された。1969年7月8日、大阪駅で展示された車両は、スハフ12ニオハ12級の2両である。1970年、昭和45年に製造されたグループである。12系は6両編成単位で運用することが多かったため、スハフ12系の発電セットは自社を含む6両まで、 急電が可能なものとなり、この余力から新形式として発電セットなしの、緩急車である、おはふ13型が登場した。また試作車では、側面行き先表示器が28コマ表示であったが、量産車では70コマ表示に改良された。製造は、新潟、富士重のほか、日本車両製造も加わっている。1971年。 昭和46年に製造されたグループである。台車及び暖房回路、便所と洗面所のユニットが改良、工数削減されるとともに屋根の塗色をネズミ色1号に変更した。メーカーは引き続き新潟、富士獣、日本車両の3社である。12系の製造は1971年、昭和46年以降打ち切られていたが、 この間の1972年、昭和47年11月に発生した北陸トンネル火災事故を機に、火元となる可能性のあるエンジンと燃料を客室の直に置く分散電源方式は、防火、安全対策の見直しを迫られることとなる。床下発電セットに液体燃料火災に有効なハロン自動消火装置を装備し、AA 基準に準拠することで、 6年後の1977年、昭和52年に製造が再開され、翌1978年、昭和53年まで製造された。スハフ12型は、循環式汚物処理装置の設置に伴う、電源装置の変更によりシンク分番台の100番台となっている。また、発電セットを搭載しない、オハフ13型は製造されなかった。比例棒で、 手動ドアであるなど、安全性や接客設備の面で陳腐化した旧型客車の置き換え用として、1984年から1986年にかけて、高取工場、松東工場、畑生、広島、後藤の各車両所で計47両を均衡化改造したものである。比較的初期の車両を中心に改造されている。七尾線、白尾線。 山陰本線、福知山線、阪和線、紀勢本線、万丹線、芸備線などで使用され、国鉄分割民営化後は、全車が、西日本旅客鉄道、JR 西日本に承継された。基本的なシステムは、オリジナル車から変更されていないが、一般車との並結に備えて、客車用の直流 24V 電源引き通し線が、増設され、また普通列車運用のため、 50系客車や同時期に行われた高直流急行軽電車の近降計、改造同様に車内車端部の2ボックスをロングシート化し、釣り手を設けた。また、塗色も白帯がなくなり青20号一式となったが、これには塗色更新をせずにもともとあった白帯を同色の青で塗り重ねただけのものもあった。七尾専用の車両は行き先表示器を撤去して、 側面中央武装化にサボ受けを設置した。使用通りに一般車との混血も見られたが、最終的には使用線区の機動車列車化により、1997年、平成9年までに全廃され、区分消滅した。もともとが急行、団体電時用車両で、車端部デッキは拡張されなかったため狭い、自動降り度から乗降しなければならず、ことに、ラッシュ時には、 条項に円滑さを書いていた。しかし在来車、50系を含むが非冷房者ばかりであった、地方線区において数少ない冷房車であった。スハフ12等派12が2両ずつ、付随機動車キサハ34に改造され、秘密線で運用されたキサハ34の項目参照。千番台同様、旧型客車を置き換えようとして、1985年。 昭和60年に森岡土崎工場で計3 7両が改造製作された近郊経過改造車である。主に一関北の東北本線や大本線で使用された。民営化後は全車が東日本旅客鉄道 JR 東日本に承継された。車内接客設備の改造内容は1000番台と同じであるが電源システムは 従来の方式に代わり、電気機関車の電気暖房用電源から交流 1500V の給電を受け、オハフ13型に設置した変圧器で交流 440V に高圧して、給電する方式としている。そのためディーゼル発電機を搭載した、スハフ12型は存在せず、オハフ13型、オハ12系の2形式のみである。図書区は1000番台同様。 白帯を消し合う十0号を一式とした、東北本線、一関青森間及び、大宇本線、青森弘前間で運用されたが、1994年、平成6年12月イヤ改正で、東北本線、一関森岡間に701系電車が投入されたのに伴い、余剰となった50系客車に置き換えられて、運用離脱し、1999年までに、 全廃された。1991年、平成3年、JR 西日本が急行、大仙、畜馬用として、高取、五島工場で、計18両を改造したものである。改造内容は、座席を485系電車の発生品である、簡易、リクライニングシート交換し、化粧板、トイレ、洗面所のリニューアルを行った。また、車軸発電機は撤去され、 十四系と同様の三小交流変圧器が床下に設置された。この改造により、放送や照明の電源は三小交流変圧器から供給されることとなった。大戦の起動車化や、千曲の電車化に伴い、二千三年、平成十五年に全廃された。ただし、スハフ十2三千一のみ、奥出雲露地号で使用される、スハフ十2八百一に再改造されて、 現在も使用されている。1993年、平成5年、久し大本線の普通列車に使用していたおは12288.289の2両に、車掌室設置工事を施したもの。トイレ、洗面所を撤去して、その場所に車掌室を設置し、車掌室側面とつまに窓を設けた。番号は原番号に線を足した1288.1289。 に変更されたが、形式は、おは12のまま変更されなかった。1999年、平成11年に、同線の客車列車が廃止となったため、2両とも廃車となっている。アイランドエクスプレス四国が好評だったため、ジョイフル車両、第2弾として1988年5月、波動輸送用として、四国旅客鉄道、JR 四国高松運転所に配置されていた12、 形のうち、スハフ12形2両、オハ12形4両、5.69.10の形6両に対して、車内設備のハイグレード化を実施したもの。竣行が早かった、スハフ12形2両、3.6とオハ12形1両は、改版なし、塗装変更なしで一旦出場したものの、残り3両が出場した時点では、全車普通車からグリーン車に用途変更され、 赤帯が青帯となって出場したが、番号は歯を炉に変更したのみである。オロ126.9は固定窓で車内がカーペット式となり、他の4両は座席がシートピッチ 1400mm にプラス1列配置、読書等、足置き付きのリクライニングシートに取り替えられた。2002年、平成14年、JR 東日本土崎工場、現、 秋田総合車両センターで改造製作された胴体保存蒸気機関車改装随汎用事業用車であるスハフ1258を種車として一両が改造され親121と改版された同社の高崎車両センターに所属する D51498 や22ゆ、e、くに所属する C57180 をはじめ2011年に復活した 高崎車両センター所属の C6120。さらに、秩父鉄道の C58363 を、イベント運転や点検による、車両基地への入り出場などで、目的地まで改装する際の、また検査後に実施する、本選手運転を行う、際の、機関車の状態の把握や保安機器の搭載などを、目的としている。外観に変化はないが、車内は一部座席を撤去し、 保安機器などを搭載するスペースとしたほか、蒸気機関車の状態を把握するための装置が追加されている。2017年、平成29年時点では、高崎車両センターに在籍。JR 西日本が運転していた、朝風3.2号、瀬戸の接客設備の向上を図るため、1989年、平成元年に、おは12系5両を種者として、 改造製作された24系客車用ロビーカー、スハ25型は静止系インバータを搭載し、電源車を兼ねるである。3両が、オハ25系300番台、2両がスハ25系300番台、1991年に、オハ25系1両がスハ25型に再改造と、さった。詳しくは、国鉄24系客車、朝風3.2号。 セット用改造車を参照されたい。秘密線ラッシュ時の機動車列車増結用として、1992年、平成4年に、JR 西日本末東工場、現、金沢総合車両所にて4両が、七尾線電化で余剰となっていた、統計列から改造により誕生した。オハ12系1000番台改造の0番台とスハフ,フ12系1000番台改造の500番台の2タイプが、 存在した。改造元は、おは1 2 0十九1 9 1 0 2 1キサハ3 4点 2, 2スハフ 12, 1 2 0 0点1 1 0三3キサハ34,501.502である。改造内容は、トイレの撤去のほか、連結器を、機動車用の小型タイプへ交換し、連結ホロ引き通し線の交換、高岡鉄道部職、白地に黄色、 青色の二代目カラーへの塗色変更など最小限にとどま、いる。500番台車は、種ネ車の電源エンジンもそのまま残され、自社及び、並結機動車への冷房電源用に使用されていた。両番台は必ず二両一組で運用され、両車間の貫通ー路は、客車時代のままであった。動力を持たない付随車であることから、もっぱらキハ58系。 キハ28系2両の間に挟まれた形で、朝のラッシュ時に運用されていたが、高山本線富山口へのキハ120系投入により捻出された、キハ58系を置き換えられる形で、登場からわずか4年後の1996年に、全車廃車された。1989年、JR 西日本ジョイフルトレイン、セイシェルの中間車として改造された。車は、 スハフ12701でキサロ59501を名乗った。当社は前後をキロ59型に挟まれて走行した。電源用エンジンは損置され、編成全体にサービス電源を供給している。大型のリクライニングシートを備え、サロンやカウンターもあった。バブル経済崩壊後のジョイフルトレインの利用低迷と老朽化により運用の場を失い、2005年、 平成17年に廃車となった。なお、スハフ12701は、元をたどれば、1985年に、福知山鉄道管理局が、スハフ12号イベント客車、憩い,いとして改造した車両である。半室が洋風、猛半室が和風で、ミニキッチンまで備えているが普通車扱いであった。イベント客車であるが、定期の客車列車に並結されたり、 キハ五58系に並結されたりして使用された。この車両は国鉄の民営化時に運転された特別列車、旅立ち、JR 西日本号の1号車に連結されたため、1号車だけ帯の色が違った車両として、TV でもメディアに挙げられていた。国鉄時代末期より本系列を改造して和式列車などのジョイフルトレインやイベント列車用車両が多数製作された。 しかし、車両の老朽化、バブル崩壊後の需要減少、運用時の取り扱いの煩雑さなどから廃車が進み、東日本旅客鉄道、JR 東日本では、SL 万越物語応編成以外は全廃、東海旅客鉄道、JR 東海と九州旅客鉄道、JR 九州は全廃となっている。北海道旅客鉄道、JR 北海道には、 当初より12系を改造した、ジョイフルトレインイベント車両が所属していない。各列車の詳細は、ジョイフルトレインを参照のこと。括弧内は、在籍年。2014年、平成26年現在も在籍しているものには、オフス。車両番号は現在、または、廃車時のもの。国鉄では、1980年から老朽化したスロ81。 軽和式客車の代替や増備として、各鉄道管理局で12軽客車の改造により、和式客車を製造した。国鉄時代には15編成プラス1両、計62両が、国鉄分割民営化後は、JR 西日本において1編成、6両が、製作された。旅客の思考の多様化により、新しい需要に対応すべく製作された個室や、 豪華なリクライニングシートを備えた車両で、国鉄末期の1985年から3編成プラス1両、計20両が製作された。SL 牽引、観光、夜行列車を目的とした、臨時列車用にも運用、改造されている。製造当初より、波動輸送用車両及び、臨時夜行急行列車に使用されたが、14系、座席客車が製造されるまで、 一時的に臨時特急、使用時、翼などにも使用されたこともある。しかし設備が急行並みのため、特急運用の際には特急料金が割り引かれた。搭乗以来、団体列車や臨時列車を中心に使用されてきた12、軽客車が定期列車に使用されるようになったのは、1973年、昭和48年からである。急行北、国、 温度に使用され、1970年代後半になると老朽化の著しい重軽寝台車の代替として、二重軽客車との並結で、寝台車付きの急行列車、開門、日南などにも進出するになった。その後、夜行列車の本数減少や、1970年代後半から始まった旧型客車の廃車に伴い、 50系客車と共に普通列車運用に比重を移した。そのため一部の車両は車端部座席のロングシート化などを行った。また1980年代には多数が和式列車などのジョイフルトレインの改造ベースとなった。その他、電車列車の非電化路線乗り入れのサービス、電源車として特急、有明の法飛本線乗り入れの485系や快速、 ハッピー清里の交尾線乗り入れの169系に連結されたこともあった。1990年代になると、客車急行列車の廃止とともに12系を使用した列車も減少し、普通列車についても、電車、軌動車化、短編成化が進行したため大量の余剰車が発生し、大半の車両が製造から20年ほどで廃車になった。 さらにジョイフルトレインに改造された車両も、ジョイフルトレインの電車化、軌道車化や、車両の老朽化に加えて、バブル崩壊後の団体旅行需要そのものの減少も、あり、次第に持て余しに味となって廃車されたものが多い。また一部のオハ12型は24系25、軽脚車に改造編入されたほか、得意な例では、軌道車用の付随車に改造されて、 機動車編成に組み込まれたものもあったが、これらもすべて廃車になった。なお、北海道地区には、国鉄時代も含めて一両も配属されていない。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化時には、北海道旅客鉄道、JR 北海道を除く、旅客鉄道会社各社に、1986年度に、 廃車となった2両を除く601両が引き継がれた。その状況は次の通りである。2017年度までの廃車は以下の通りである。2018年4月1日現在、東海旅客鉄道、JR 東海、四国旅客鉄道、JR 四国、九州旅客鉄道、JR 九州においては全廃され、東日本旅客鉄道、 JR 東日本24両、西日本旅客鉄道、JR 西日本28両の計22両が在籍する。また、渡らせ、渓谷鉄道で2両、秩父鉄道で4両の譲渡車が使用されている。いずれも、臨時列車、団体列車に用いられる。2011年には2010年に廃車された JR、四国の4両、オロ126.9。 スロフ123.6が若狭鉄道に売却され、7月1日から7月3日にかけて公衆輸送が行われた。2016年9月には廃車扱いされた JR 四国の2行、オロ1 2 5 1例が東武鉄道へ譲渡された。JR 東日本には高崎車両センター、高崎支所に、 おは12366.367368.369、すはふ12161.162、オヤ121の7両と、新潟車両センターに、SL 番越物語に、専用化改造された7両、オ12ハ12313.314315.316701、三一六1201、スロフ1202が配置されている。 JR 西日本には、網星総合車両所宮原支所に、原型車6両、一部車両を、SL 北尾は個号で運行、おは1 2 3 4 1 3 4 5 3 4 6 3 5に、スハフ1229.155、五12藤総合車両所に、奥出雲路地号用の2両、スハフ12801、スハフ13801が配置されている。 2016年7月5から6日の2日間にかけて、マローフ12851.852の2両が、スイタ総合車両所に改装され、2016年9月5日付で、廃車された。オロ12851.852も2016年11月17日付で、廃車されている。残る、オロ12853.854も2018年3月31日に、 廃車され、和式客車、アスカ用も、全廃となった。過去には、下関総合車両所新山口市所に、SL 山口号用の6両、おハ 12701.702703, スハフ 1236.702, おハフ13701が配置されていたが、おハ 12701.702703, スハフ12702、オハフ13701が2017年9月7日に、下関総合車両所本所へ、廃車改装された。同所に、廃車改装された該当五両は、2018年2月26日付で、大井川鉄道への譲渡が決定した、レフネームイコール railf.jp スラッシュニューススラッシュ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  F、スハーフ1236のみ保留となっていたが、他の5両と共に2017年10月27日付で、車席が抹消された。12軽客車は、未入席を含め30両が、JR から国内の私鉄6社、タルミ鉄道、渡らせ、渓谷鉄道、秩父鉄道、若狭鉄道、東武鉄道、大井川鉄道に譲渡されている。また、譲渡ではないが、 日本の私鉄における最大、最強の電気機関車である、西武鉄道 E851 系のサヨナラ運転では、JR 東日本から12系客車が貸し出されて、牽引されたことが特筆される。また、2017年下季をめどに、SL 蒸気機関車の運行を開始するにあたり、JR 四国の2両が、東武鉄道へ譲渡されたが、現在は、 南栗橋車両管区にて浜ナスで使用された1 4計5 0 0番台、スハフ14501.508をハ14504.505と共に留置されている。タルミ鉄道へは、1990年に JR 東海からオハ1 2系3両、スハフ1 2系2両の軽古量が譲渡され、同社のオハ1 0 0 0系、スハフ1100型となった。 当初は輸送力列車用として運行され、イベント用では、薄みブルーライン号として運行されていたが、14系入線後は、関王列車、薄みファンタジア用として使用されたが、2005年に全廃となった。また、14系の入線に伴い、1001が1993年に、1003は1994年にそれぞれ廃車となっている。番号の新旧対象は次の通りである。 渡らせ、警鉄道へは、1998年に、JR 東日本から、トロッコ渡らせ警号用として、スハフ12系2両、2001年に、サロンド、渡らせ、用として、スロフ12系2両、2003年に、同列車の増結用として、オロ12系1両の、計5両が入籍している。その他に、オハ1298、 百五12853.854856の4両が上渡されているが入籍されなかった。入籍者の番号申求対象は次の通りである。2009年度にサロンド、渡らせ用のイチ計算両が廃車、売却された。2017年度の時点では995010は995080の2両が減存している。秩父鉄道へは、 2000年に JR 東日本からパレオエクスプレス用としてオハ12系2両、スハフ12系2両の k 4両が譲渡された。譲渡直後はダークグリーンに塗装変更し2012年に現在の赤茶色に変更している。その他に部品取り用としてオハ12363が譲渡されている。番号の新旧対象は次の通りである。鉄道へは 2011年に JR 四国からオロ12系2両、スロフ12系2両の軽音量が譲渡された。いずれも鉄道車両としては未入席である。譲渡の時点で車席はない。大井川鉄道へは旧来から保有している旧型客車の運用不可分散のために2018年に JR 西日本から SL 山口号で 使用されていたレトロ客車5両が譲渡された。営業運転開始時期は未定。1997年に JR 西日本が廃車とした28両が大国鉄に譲渡された。タイの鉄道は1メートル期間であるため、導入にあたって台車の改造を行っている。当初は冷房列車として使用されたが、発電用機関の不調により冷房の使用は停止され、 在来車と根結して使用されているほか、3列、リクライニングシート及び車椅子対応の両開き扉と昇降用リフを備えた改造車が2013年11月頃からバンコクチェンマイ間の第一列車と第二列車にエアコン付きに当座席車として一両、連結されている。上渡車の番号は次の通りである。1999年と2001年に JR 東日本で26両が2002年に JR 九州で10両が廃車とした分がフィリピン国鉄に乗とされた。同鉄道の機関は日本と同じ 1067mm であるために台車の改造は行われず冷房仕様の長距離列車として使用されていたが2012年に廃車となった。外観的には塗装が変更されたほか透析による破損防止や 無賃乗車の防止のため窓に金網が取り付けられていた。乗都車の番号は次の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。